バイオスイングダイナミクスっていう理論で、まあ、スパイク入った状態が今162、これも同じです。同じ162。身長と腕の長さが同じ長さだと結構綺麗に腕の通りに通りやすい、まあ、真ん中の方に通りやすい。なるほど。そうそう、ジン様の完璧に回転型っていうのをちょっと考慮して、スイングとズレがあるとこがグリップ面なんですね。ここでこうしてこう、あ、そうすると上からなるんだ。上からね。あ、上がった。そうそうそう。だからジュンさんがもし飛距離アップを目指すなら、はい、まあ、一応ベースは回転系なんですけど、うんうん、しっかり地面蹴るっていうのを一つプラスアルファすると、うん、距離も伸ばせると思います。いや、そうだけど。ちょっと苦手。苦手ですね。こういう、なんだろう、飛び系。あ、じゃあ、これで、ジュンさんに反力を伝えられたら、うん、結構すごいですね。確かに。それなんか、やってこなかった。言ったら。言ったら。避けてきた。うん、OK、じゃあ、ちょっと今日は、はい、もう再チャレンジしてみましょう。はい。はい。わかりました。はい。OK。まず、ジュンさんは、うん、右に体重が、乗ってくるでしょ。うん、乗っていって、うん、左で、受けるまではすごい上手なんですよ。はあ、そこから地面に対して力を加えるっていうのが、ああね、そう、若干そこがそのまま抜けちゃう。ああ、抜けますね。そう、そこがちょっともったいないポイントとしてはあるんで、それをやってみましょう。はい、ドリルで。わかりました。はい、タイヤ。すごい。本当はタイヤじゃない方がいいんだけど、うん、今タイヤしかなかったから、タイヤで。この上で？そう。これ何するかっていうと、単純に一回僕やってみていいですか。はい、はい、左足乗せて構えて、この状態でバックスイング上げたらインパクトと一緒に引く。ああ、伸ばしきる、伸ばしきる。そう、これもクラブの振り子と振り子と、うん、この振り子を左足が地面を踏むので今度はできるかな。なるほど。ブランコこぐみたいに。はい。はい。やってみましょうか。はい。タイヤ動くんで、気をつけてください。上にね、手ですね。これ難しいな。あんまり強く振らなくてもいい。あ、軽くね。じゃーん、そう。じゃーん、そう。先生、そこの。じゃーん、そう。そう、そう。マジ？先生みたいにうまく振れない。そうだ、まっすぐ地面に対してまっすぐ踏めないとバランスも取れないんで。そう、うまい。なあ、そう、なあ、そう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 。きついでしょ。きつい。オッケー。筋トレだよこれ。で、今って結構地面を踏むって感覚が体に残ってるんですよ。あ、ジュンさんの中に。はい、残ってんの。残ってる、残ってる今。だからちょっとそれで一度届いて今滑りしてみて。そうそうそう、あ、ちょっとわかる。なんとなくあるでしょ。シュッてなった気がする。さらにこれでじゃあ打ってみましょう。ヘッドスピードに注目して。あ、そうそうそう、ジャンプしてたんじゃない。うん、してた。あ、でもいいね。飛んでます。ジャンプしてましたよ今。190、ナイス。結構急に疲れた。疲れた。あ、ちょっとダメですね。はい、今ならダメです。一回しかできない。あ、でもこれでも、あ、確かに飛んでますよ。でもヘッドスピードはなんか落ちてる。お、いいね。これはよ、はい、なんか最初が一番良かった。あ、でもこっちも飛んでる。あ、飛んでる。お、すごい、200ヤード。おー、 OK、 すごい、すごいね。簡単だけど、そう、疲れる、疲れる。で、やっぱりゴルフって左に振っていくスポーツなんで、うんうんうん、やっぱりこの体重移動が右に乗って右が得意でも、うん、ちゃんと左にグッて受け止めるっていうのはすごい必要。そのためには高くしてあげて地面踏むトレーニングとか、
してあげると、僕結構ドラコンの試合とかも出ますよ。あ、そうなんですね。そう、その時はもうこれめっちゃやります。あ、これの練習をするんだ。めっちゃやる。これでピンピン振って、じゃ別にタイヤじゃなくてもなんか段差でもいい。そう、段差とかでもタイヤちょっと危ないかな。逆に階段とか、クラブ短く持って階段とかで、うん、ちっちゃいハーフスイングでもいいから左足で地面を乗る感じ。で、これトレーニングしたら、はい、今度はなんかテニスボール半分切ったやつを刺して、うんうん、あれうちのゆうとくんとやったじゃないですか。かかとに乗せてたやつ、右のかかとに。右のかかとに乗せて今度左のつま先に踏んで打つとか。それでもいい。そう、そういうのやってだんだん左にこうって踏み込む感覚っていうのをずっとね、そう、掴んでいく。左足使うのが苦手なんですね。苦手ですね、うん、そもそもこっちが得意だし。そう、こっちが得意で、スイングは回転系だし、左足苦手なんですよ。だこれが使えたらもっと飛んじゃうよっていう。もっと飛んじゃうよ、飛んじゃうよって感じで、はい、はい、トレーニングしてみてください。はい、わかりました。はい、はい、ドラコン選手でもある、はい、カイト先生に打ってもらいたいと思います。行きます。もうちょいお磨きしてもいいですかね。うん、何球かね。おー、ゴーゴーゴー。軽く300超えちゃいますもんね。もう1球と、うん、ここの機械でマックスどれぐらい飛んでたんですか？これでは330、GC クワットっていう結構マキロイとかプロゴルファーがたくさん使ってる機械では370っていうのが最高。そう、いきます。はい、うわ、いったんじゃない？どうですか感触は？お、さっきより高い。あー、着地点は。あ、こんな感じですかね。素晴らしいです。先生もね、このタイヤやってるみたいなんで。やってます。皆さんもやってみてください。はい、ぜひ。今日レッスンを受けてみて感想なんですけど、すごい面白いなと思ったのは、やっぱ数字に基づいて分類していって、結果こうでこういう風にした方がいいよっていうのをアドバイスしてくれるので、まあ、なんとなくその先生が得意な、多分こうレッスンをしちゃいがちなイメージが私今まであったんですけど、この理論は本当にその人の体に合った動きをもとにアドバイスをしてくれるので、すごいいいなと思いました。一回ね、皆さんも自分の体がどういう風に動くからこのスイングがいいよっていうのを試してみてもらいたいなと思いました。そう、テストと真逆の、うん、だいたいテスト通りすると、うん、出力だけで見ると上がるんですよ。上がるんだけど、一、うん、人だけ女性の人で下がった人がいて、なんでだろうって考えたら、側腕症って言って背骨が先天的に歪んでる人だった。へー、え、側腕症？側腕症ってどんな感じ？結構ね、背骨がまっすぐでしょ、背骨って、うん、だけど、こうやって S 字に生まれつき曲がってる人は結構いるんですよ、割と。そう、そういう人は結構テストに反映しなかった。こっちがポスト、こっちが軸足だったけど、うん、やっぱ右に乗らないとパワーが貯められないって曲がってる、うん、っていう人がいたんで、だから怪我歴とか、うんうん、自分の怪我したことがあるとか、そういう自分の体の特徴とかって知って受けた方が、まあ、そこまで気にしなくてもいいかなって感じだけど、怪我の癖とかもあるんで、うん、ぎっくり腰は だいたい左やってて、はいはい、ここも剥離骨折になりそうになって、痛かった時もあるし、まあ、膝も膝、左の膝が痛かった時で、スポーツ昔苦手なんだね。そう、苦手。そもそもかばいやすいみたいな。そう、で多分右でやってて、最近はなんか右が痛くなったりとかするけど、そう、なんか多分筋肉がもうどんどんそれで弱ってるのかもしれない。そうやって結構先天的なものもあるんで、うん、怪我したことあるとかは絶対コーチには伝えた方がいいと思います。なるほど、はい、まあ、苦手とか痛いところとかね、とかあるかもしれないから。そうそうそう、はい、そう、私もなんか左の足がの方が細くて筋肉とか全然わかるかな、細さ違う。確かに、
パッと見でわかるもんね。でしょ、すごくない？こんな違うんだよね、太さが。こっちの方が多分使いやすいから、片足でこうしゃがむのもこっちでできない。本当だったらやっぱちょっとバランスは鍛え、バランスよくは鍛えた方がいいですけどね。なるほどね、っていうのがあるんで、ね、絶対です。はいはい、オッケー、はい